ミトラ教、ミトラ教、またはミトラス教、またはミスラス教は古代ローマで流星した太陽神ミトラス、ミスラスを出身とするである。ミトラス教は古代のインドイランに共通するミスラ神、ミトラの信仰であったものがヘレニズムの文化交流によって地中海世界に入った後に形を変えたものと考えられることが多い。 紀元前一世紀には王牛をほふるミトラス神が地中海世界に現れ、紀元後二世紀までにはミトラ教としてよく知られる三次宗教となった。ローマ帝国地下で一世紀より四世紀にかけて交流したと考えられている。しかし、その起源や実態については不明な部分が多い。近代になってが初めてミトラス教に関する総合的な研究を行い、 ミトラス教の小アジア起源説を唱えたが、現在では旧門の学説は支持されていない。ミトラス教は王子をほふるミトラス神を信仰するである。信者は下級層で一部の例外を除けば、主に男性で構成された。信者組織は七つの異界を持つ、大カラス、花嫁、兵士、獅子、ペルシア人、太陽の使者、父、また、 入信には試練を伴う入信式があった。ミトラス教はプルタルコスのポンペウス伝によって紀元前60年頃にキリキアの海賊の宗教として存在したことが知られているがローマ帝国で確認されるミトラス教遺跡はイランでは全確認されていないため2世紀頃までの発展史はほとんど明らかではない。しかしミトラス教は2世紀頃に ローマ帝国内に現在知られているのとほぼ同じ姿で現れると、キリスト教の身長に伴って衰退するまでの約300年間、その宗教形態をほとんど変化させることなく帝国の広範囲で進行された。旧門以降、ミトラス教はインドイランに起源するミトラス神や七位の一つペルシア人をはじめとするイラン的特徴や初期に 下級兵士を中心に信仰されたという軍事的性格からミトラス教は古代イランのミスラ信仰に起源を持つと考えられてきた。しかし、両者の間には宗教形態の点で大きな相違点があり、古代イランにおけるミスラはイランを守護する民族の神であり公的、国家的な神だったが、ローマ帝国におけるミトラス教は下級層を中心とした神秘的、 非義的な密義宗教の神であり、公的であるどころか、信者以外には信仰の全容が全く秘密にされた宗教でったし、民族的性格を脱した世界的な救済宗教としての素質を備えていた。こうした宗教としての根本的な違いは研究者にとって悩みの種であり、現在では疑問のようにイランのミスラ信仰ら直接的に発展したと捉えることは困難とされている。 しかし、ミトラス教のイラン起源を全く否定することもできず、ミトラス教の黎明期に教祖ないし宗教改革者が存在したことを想定する研究者いる。他方、エルネストルナンの有名な一説によって、ミトラス教がキリスト教の有力なライバルであり、ローマ帝国の国教の地位を争ったほどの大層教だったとする過度な評価は、現在も根強い。さらに、 キリスト教徒の類似からキリスト教の所得徴がミトラス教に由来するという説が論じられることも多い。他宗教との比較という点では日本では以前から大乗仏教の魅力信仰がインドイラのミスラ信仰に由来することが論じられてきたが宗教形態の違いからむしろ近年ではミトラス教と比較されることがある。もともとミトラス神は 古代インドイランのアーリア人が共通の地域に住んでいた時代まで遡る古い神ミスラ、ミトラであり、イラン、インドの両地域において重要な神であった。特に、リグベーダにおいては、アーリティア神群の一柱であり、魔術的な悪な神と対をなす、契約、約束の神だった。アーリア人における、この神の重要性をよく示しているのがヒッタイトと、 ミタンニとの間で交わされた条約文であり、そこにはバルナ、インドラ、アシュビン送信といった神々と共にミスラの前が挙げられている。その後、インドにおいてはミスラの重要性は低下したが、イランでは高い人気を誇り、重要な役割を持ち、多数の神々の中でも特殊な位置づけであった。ゾロアスターは宗教観の違いからアフラマズダーのみを崇拝すべきと考えて、 ミスラをはじめとする多くの神々を排斥したが、後に、ゾロアスター教の中級神屋沙汰として取り入れられ、低く位置づけられはしたが、アベスターに参加を有した。ゾロアスター教が浸透していたアケメネス朝、ペルシアでは、それまでアフラマズダーの信仰だけが認められていたが、紀元前5世紀頃のアルタクセルクセス2世は、ミスラを信仰することを公に許可した。さらに、 ゾロアスター教がサーサーアン・アサ、ペルシア、226年から651年の国教となると英雄神、太陽神として広く信仰された。ミトラス教に関する最古の記録は、プルタルコスのポンペウス伝である。これによると、ポンペウスの時代、紀元前106年前48年、ミトラス教はキリキアの海賊たちが信仰した。 密に宗教中でも特に重要なものだった。海賊たちは、ミトリダテス六世を支援し、広範囲にわたって、海賊行為を働いたため、全67年、ポンペイウスによって相当された。プルタルコスと同時代の詩人スタティウスの91年頃の作品である、テーバイス1.719から722は、ミトラス教について言及している箇所があるが、 その内容は、後世のミトラス神の聖、牛釘と同一のものである。この点からミトラス神の聖、牛釘の神話がこの時代にすでに成立していたことがわかる。しかし79年にベスビオス火山の噴火で滅びたポンペイからは、ミトラス教の遺跡が発見されていないことから、この時点ではミトラス教はまだイタリアに伝わっていなかったという説がある。 いずれにせよ、150年頃、ローマ帝国内に姿を現した、ミトラス教は瞬く間に、全土へ広がり、やがて、ローマ皇帝たちも、個人的ではあったが関心を示すようになった。コンモデス帝、在位180年から192年は、ローマ皇帝で初めて、ミトラス教に儀式に参加した皇帝とされ、コンモデス帝は、オステアの皇帝領の一部を寄進した。この時代、 ミトラス教の考古学資料は増大し、中には、俗習で、コンモデステイのためにミトラスに奉納した胸を伝える、秘文も発見されている。ルキウス・セプティミウス・セウェルステイ在位193年から211年の、宮廷には、ミトラス教の信者がいた。しかし250年頃から、ディオクレティアヌステイの統治が始まる284年頃までの間は、 ミトラス教遺跡は激減する。これは、ダキアに、ゲルマン民族が侵入して、帝国の北方地域が荒廃したためである。ルキウス・ドミキウス・アウレリアヌス、在位270年から275年は、ローマ帝国内の諸宗教を太陽神ソル・インビクトスのもとに統一しようとしたが、これはミトラス神ではない。太陽神殿跡からは、ミトラス教の碑文が発見されているが、それは、 コンモデステージ代のものである。その後、ディオクレティアヌス帝、在位284年から305年は、他の教統知者と共に、ローマ帝国の庇護者である、腐敗太陽神ミトラス、ディオソリー・インビクト・ミスリー・ホターに祭壇を築いた。しかしこの時代が過ぎると、ミトラス教は、衰退に向かった。ディオクレティアヌスやガレリウスは、キリスト教を迫害したが、 続く大抵コンスタンティヌス一世在位306年から337年はキリスト教を公焼し313年325年の二階ア公会議を主導死に際してはキリスト教の洗礼を受けたこの時代以降ミトラス神殿がキリスト教徒によって襲撃されるようになり実際にオステアの神殿の一つやローマのサンタプリスカ教会の地下から発見された 大宮殿などには破壊の跡が見られる。各地で、秘分も減少し、増長する、キリスト教会の特権を廃して、古代の神々復権を図った皇帝、ユリアヌス、在位361年から363年の地下では増加するが、それは一代のわずかな期間に過ぎず、5世紀頃には、消滅してしまった。ミトラス教の図像は主にお牛をほふるミトラス。 岩から生まれるミトラス、シシア玉神が知られている。またミトラス神の物語を描いたミトラス神一大記と呼ばれる一連の図像群がある。この図像はミトラス神による生、牛釘の場面を描いている。ミトラス神はペルシア風の衣装に身を包んでおり、お牛の背中に乗りかかって左膝をつきながら右足でお牛の後ろ足を押さえつけている。その左手は お牛の花面をつかみ、右手はお牛に剣を突き立てている。傷口から溢れる地には、犬と蛇が、またお牛の腹の下では、サソリがお牛の生殖器に飛べかかっている。ミトラス神の両側には松明を持った二人の脇じかカウテースとカウトパテースがはべり、またそれ以外にも、太陽と月、四方の風、十二グカラスなどのシンボルを伴う。 この図像が聖武士の訓義によって生命力が解放される様を描いていることから、ミトラス教は法上崇拝と密接な関係があると考えられる。これはミトラス教の図像の中で最も重要なもので、ミトラス教神殿のイタリ聖書中央に必ずこの図像が配置され、その前で儀礼が取り行われた。この獅子頭と翼を持った遺棒の心臓はこれまでに、 約40体ほど発見されているが、それにもかかわらず、神明やミトラス教において、どのような役割を持つのか、文献による証言をはじめミトラス教の碑文に全く現れていないために、今もってその正体は不明である。キュモンの説ではこの神は、時間神、クロノス・サトゥルノスであり、イランの神、ズルバーンに由来するという。これに対して、アンラ・マンユとする説もある。 ミトラス教秘文にはわずかこれながらアリマニウス、アリメイニアスなる神明が現れているが、これはプルタルコスが、イシスとオシリスにおいて、オマスデス、アフラマズダーの敵対者として挙げている神、アンダマンユである。しかしミトラス教秘文のアリマニウスが、果たして、イランにおける悪神アンダマンユと同じ性格を持つのか。したがって、ミトラス教徒は、悪魔崇拝をしたか、また、 ゾロアスター教的な対立構造を持っていたのか疑問が残る。ミトラス神がイランのミスラとは異なっているように、アリマニウスもまたヘレニズム的な変化を遂げていたと考えられる。碑文はいずれもアリマニウスを神として認めていることが伺え、特にローマ、ヨーク、アクインクムから出土した者はアリマニウスに生願して心臓を奉納した旨が記されている。 この獅子頭心臓が、秘文のアリーマニウスであるという明確な証拠はないが、ヨークから発見された秘文は頭部を描いた心臓を伴っており、首の部分には獅子の盾紙を思わせるものが残っている。ミトラス教の信者層は外して仮想の人間を中心としていた。初期の信者は下級兵士たちであり、そこから軍人たちや商人、職人たちに信者を得ていった。 後期には、旧帝人の入信者が現れ、さらに皇帝たちからも、関心を得た。女性の入信者が例外を除けば、ほとんど見られない、ことから、原則として、女人近世であったと考えられる。信者組織は、新官職、アンティステス、サケルドスト七つの異界、父、太陽の使者、ペルシア人、主子、兵士、花嫁、大ガラスに属する、入信者たちで構成され、 これ以外にも入信をしていない一般の信者たちがいた。入信希望者には目隠しの上で厳しい試練的性格の入信儀式が課せられた。昇級の条件は不明である。信者たちは窓のない神殿で非公開の儀式や礼拝に参加したが、他の宗教に対しては排他的ではなく他の宗教の祭礼や皇帝崇拝にも参加したらしい。 積極的な布教活動をしなかったため、キリスト教が受けたような弾圧は、ミトラス教師を通じて受けることはなかった。ミトラス教徒の七位会はそれぞれ太陽系の星を守護神とした。またシンボリックな象徴物があり、例えば、オスティアのフェリキッシムスのミトラス神殿の床面のモザイクには七位会の象徴物描かれている。以下に、各位会について説明する。 2013年に行われた A ロンドン考古学博物館の考古学チームが行ったロンドン中心部の金融街にあるビル建設予定地の発掘調査では1954年にミトラ教寺院の遺跡が発掘され1960年代に再建されていたがこれを解体して未発掘だった場所も発掘したミトラ教寺院は ブルームバーグの新社屋が完成した時点で再建され、発掘で見つかった出土品も一般に展示された。初期のキリスト教とミトラス教との関係性のアイデアは、キリスト教の交わりの儀を悪魔的に模倣するミトラス教とを非難した二世紀のキリスト教著述家、ユスティノスの一時の感想をもとにている。これをもとに、エルネストルナンは1882年に、 二つの宗教をライバルとして描写をした。もし、キリスト教の成長がいくつかの致命的な病によって遅らせられていたなら、世界はミトラス教化されていただろう。は、ルナンの著作について、刊行されたのは150年近く前のこと、天挙たる価値は持ち得ない。彼、ルナンは、ミトラス教についてほんのわずかしか知らない、とコメントしている。ミトラス教学者ではないジョセフ・キャンベルは、 ミトラスの誕生をイエスのそれのような諸女からの誕生であると記述した。彼はその主張に古代の出典を与えていない。どの古代の原点においてもミトラスが諸女から生まれたとは考えられていない。むしろ洞窟の岩から自然に目覚めている。ミスレイク・スタディーズではミトラスは堅固な岩の中から大人の姿で生まれてきたと述べられている。プルギアの帽子をかぶり、 岩の塊から生じた。今までのところでは、まだ彼の剥き出しの銅は見えない。命名の手で彼は灯された松明を高く掲げる。風変わりな細部として、ペトラ・ゲネトリクス、母なる岩から彼の周りに赤い炎が吹き出る。デイビッド・ウランジーは、これが鍾乳洞で生まれたとする、ペルセウス神話から着想された信仰であると推測する。ローマ帝国時代、 12月25日、当時には、ナタリス・インウィクティと呼ばれる祭典があった。この祭典は、ソル・インウィクトゥス、腐敗の太陽神の誕生を祀るものである。このソル・インウィクトゥスとミトラスの関係を、ミトラス教徒がどう考えていたかは、当時の碑文から明白である。碑文には、ソル・インウィクトゥス・ミトラスと記されており、ミトラス教徒にとっては、ミトラスがソル・インウィクトゥスであった。 ミトラス教徒は太陽神ミトラスが当時に再び生まれるという信仰を持ち当時を祝った短くなり続けていた昼の時間当時を境に長くなっていくことから現代において12月25日は一般にイエス・キリストの誕生日とされキリスト教の祭日クリスマスとして認識されているしかしこれはキリスト教が広がる過程で 前日の祭りを吸収した後付け習慣である。新約聖書にイエス・キリストが生まれた日付や時期を示す記述はなく、キリスト教各宗派においてもクリスマスはあくまでイエス・キリストの降誕を記念し祝う祭日としてり、この日をイエス・キリストの誕生日と認定しているわけではない。ローマのサンタ・プリスカ教会にあるミトラス神殿遺跡の壁に書かれた文章。 エノス・セルバスティ、サングイネフソ、そしてあなたは我らを救う、流された血によっての意味は、はっきりしていい。だけれども、他の、いかなる出典でも、ミトラスの救済について、言及はしておらず、おそらく、ミトラスによって殺されたを牛を指している。ロバート・ターカンによると、ミトラスの救済は、個々の魂における、他の世界的な運命にはほとんど関与しなかったが、 邪悪な力に相対する、前期創造の宇宙的な闘争への人間の参加についてのゾアスター教の様式には存在していた。テルトリアヌスは、ミトラスの信奉者が彼らの額に、様々な方法で印をつけていたと書いている。ここには、それが十字か、楽印か、入れ墨か、他の不変な印であるのかというほのめかしは、一切ない。18世紀末から、 幾人かの著述家たちが中世キリスト教美術の諸要素にミトラス教のモチーフの繁栄があると示唆した。その中にはフランツ・キュモンもいた。しかし彼はいくつかの要素の組み合わせやそれらが様々な方法でキリスト教美術と結びつくかとは関係なくおのののモチーフを研究した。キュモンは異教に対する教会の対象の後、芸術家たちが元来、 ミトラスから得られた蓄積されたイメージを聖書の馴染みのない新しい物語に当てはめたのだと言った。仕事場の締め付けは初期キリスト教徒の美術が異教美術に甚だしく追っていたことと服装と姿勢での少数の変更が異教の背景をキリスト教美術に変化させたことを意味した。以来、一連の学者たちが中世ロマネスク美術にある ミトラス教モチーフの優位な類似性について、議論している。は同様な影響の唯一つ,つ確かな例は、炎のような馬に引かれた戦車に乗り、天に登っていくエリアのイメージであると述べた。デマンは孤立した要素を比較するのは無益であり、組み合わせが研究されるべきだと述べた。また彼は、イメージの類似は、思想の影響であるか、技法上の伝統であるかを我々に教えることはないと、指摘した。 それから彼は、ミトラス教モチーフに類似する中世のモチーフのリストを与えたが、それらが主観的であることを理由に結論を引き出すことを拒否した。仏教には、魅力菩薩が存在し、魅力信仰がある。この魅力は、サンスクリット語では、マイトレイヤというが、すなわち、マイトレイヤは、ミスラ神の名と語源を同じくする。ミトラ、ミシータルエール A は、本来、 契約というほどの意味だが、後には転じて、契約によって結ばれた、親密な関係にある、名誉も意味するようになった。マイトレイヤは、その派生形容詞、名詞で、友好的な、友情に厚い、慈悲深いの意味となる。ミスラは、クシャーナ朝では、バクトリア語形のミーロと呼ばれ、この語形が、魅力の語源になったと考えられ、クシャーナ朝での太陽神ミーロは、後の未来仏。 魅力の形成に影響を及ぼす。二色の神格は太陽神であるということ以外不明であるが、定方明はマニ教の影響なども考慮して、救世主的側面があったのではないかと推測している。松本文三郎の仮説では、このような比較神話学及び、比較言語学の系統分析によって、ミトラ教の神話体系が仏教では、菩薩として受け入れられ、マイトレイヤーを軸とした。 独特の終末論的な魅力行が形成されたとする。マイトレイヤ信仰、または魅力信仰は後、中国など東アジアに伝わった。なお、仏教の魅力信仰以外にも、インドではベーダにミトラが見、ミトラが記されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。